レベッカ・マッキノンは、アメリカ合衆国のジャーナリスト、ブロガーである。CNN の元記者で、北京市局長、後には、東京市局長を務めた。CNN を離れた後は、グローバルボイスオンラインの共同設立者に名を連ね、2011年、現在は、権威主義国家によるインターネット上の検閲に、対抗する組織、グローバルネットワークイニシアティブの理事、 および報道の自由を擁護する団体である、ジャーナリスト保護委員会の理事をそれぞれ務め、シンクタンクの新米国研究機構のバーナード・シュワルツ・シニア・フェローの肩書きを持つ。2007年に彼女が書いたカリキュラムバイティによると、語学に関して、北京緩和は流暢に話せるが、日本語は過去の異物となっており、ロシア語とフランス語は、 学業として習得したものであるとのことである。2012年にインターネットの自由を守るための世界規模の闘争等の副題がついたコンセント・オブ・ザ・ネットワークドという書籍を刊行する予定である。ブログの執筆中。1969年、バークレー生まれ。彼女が3歳になった時、大学教授を務める父スティーブン・ミュアール・マッキノンが アリゾナ州立大学で中国史を教えることとなり、一家はアリゾナ州天肥に引っ越した。その後両親の学術研究のため、彼女は小学生の間、ベリー、香港、及び北京でほとんど過ごすこととなり、その後、中高一貫校に通うためアリゾナに戻った。1987年に天肥ハイスクールを卒業し、ハーバード大学に入学。 その後、1991年に、政治学を有の成績で治め、学士号を得た。卒業後は、フルブライト小学生となり、台湾へ渡り、同時にニューズウィーク誌のストリンダーとして、取材活動も行っていた。彼女は1992年に、CNN の北京支局長補佐として、導入者、その後出世し、1997年からは、プロデューサー。 特派員として、そして1998年からは、北京支局長を務めた。2001年、彼女は、東京支局長となった。この間、世界的に有名な政治指導者らにインタビューを行っており、小泉純一郎、ダライラマ14世、パルベーズムシャラフ、およびモハンマド・ハータミイラとの会見が、その一例である。2010年2004年の春季からは、 ハーバード大学、ケネディスクール・オブ・ガバメントの付属機関であり、公共政策学を専門に扱うジョーン・ショレンス・チン、センター・オン・ザ・プレス、ポリティクス・パブリック・ポリシーに所属し、そのフェローを務めていた。同年下季から2006年12月まで、ハーバード・ロー・スクールの付属機関であり、サイバースペースにおけるメディア、 政策研究を担うバークマンセンターのリサーチフェローを務めた。バークマンセンター在籍中に行った彼女のプロジェクトの一つがイーサン・ザッカーマンと共同で立ち上げたグローバルボイスオンラインという市民ジャーナリズムプロジェクトである。2007年1月から2009年1月までは香港大学ジャーナリズム及びメディア研究センターに在籍した。 2009年2月から2010年1月までは、ジョージ・ソロス設立のオープンソサイエティ財団からグラントが支給されるオープンソサイエティフェローに採用され、この間研究執筆活動を行った。その後にあたる2010年2月、プリンストン大学のセンターフォーインフォメーションテクノロジー、ポリシーに客員フェローの肩書きで入所し、インターネット時代における 自由の将来像について述べる書籍を執筆している。また、同年9月からは新米国研究機構のフェローも務める。彼女は2007年1月に発足したウィキメディア財団の第1期の顧問委員に名を連ねている。ありがとうございます。